相撲っていうのはですね、昔、この間ですね、テレビに出ましたね、元横綱の貴乃花関がね、相撲というのはヘブル語なんですよ。こう言うんですよ。テレビで喋っちゃった。ね。相撲っていうのはですね、シェモーっていうね、彼の名前っていうヘブル語から来たんですよ。これは、実は、聖書の中にですね、イスラエル民族の父祖のヤコブっていう人がね、ハランというところに行く途中にですね、帰ってくる時にですね、天使と相撲を取ったっていう話があるんですよ。で、その時に相撲を取って、その後、ヤコブっていう名前をイスラエルっていう名前に彼の名を変えたと書いてるんですね。その彼の名、シェモーっていう言葉が相撲になったんだって言ったんですよ。漢字、こう、愛っていうのに僕って書くけど、あれ、相撲って普通読まないでしょ？相撲っていう音が先にあって、それに後で漢字を勝手に当てはめただけなんですよね。だから、相撲っていうのは実はヘブル語ですよ。これ本当にそうだと思いますね。実際ね、相撲っていうのはですね、あれ見るとね、本当にイスラエル的ですね。塩を撒くでしょ？ね、あれ土俵を清めるためですよね。あれ西洋人が見てもですね、なんで塩撒くの、何の意味があるのってわからないですよ。でもユダヤ人が見るとね、あ、土俵を清めるためなんですねってわかるのすぐ。どうしてかって言ったらですね、ユダヤ人というのは例えば新しい家に入るときに塩を撒くんですよ、家を清めるためにね。塩を結構清めに使うんですね。だから力士が土俵に塩をまいてもね、すぐ、あ、清めるためだな、わかるわけですね。塩っていうのはですね、僕ら結構清めに使いますね。料亭なんか行きますとね、入り口に塩、盛塩っていうね、塩を置いてたりするじゃないですか。あとお葬式から帰るとね、塩払いって塩をこう巻かないと家に入れてもらえないですよね。ユダヤ人も同じような風習を持ってます。お葬式から帰ったらね、まあ塩じゃないけど、今はこう水を使ってね、家に入る前にこうちゃんと手とか、体多少洗って、それじゃないと家に入れてもらえないですね。あとね、神殿なんかも必ず塩を添えて捧げなければいけない。供え物には必ず塩を添えて捧げなければいけないって書いてるんですよ。塩はだから絶対的に必要なもの。だから昔、ソロモン神殿なんかにおいても塩を貯蔵するための特別な部屋があったりしたということですけどね。今も神道の神社ではお供え物をするときに塩を必ず添えるでしょ。同じなんですよ。塩っていうのは清めのために置くわけですね。まあそういうことで、あとお相撲さんのこのね、この、しめ縄、これ横綱の綱っていうのはあれ、しめ縄なんですよ。人間自身が御神体となって、これは神聖なるものですよってことで、しめ縄をやってる。あれが横綱なんですよね。だから、人間の体自体が、もう、神聖なものである。そして、しめ縄を張る、ね。しめ縄っていうのもね、あれはすごく古代イスラエル的だと思いますね。しめ縄って何ですかって言うと、聖なる場所と俗なる場所の境界として置くわけでしょ。こう縄を張って、ジグザグのこう白い紙をこう所々に置いてね、つけて、こう、しめ縄って張ってるじゃないですか。神社のあちこちにありますよね。あれ、聖と俗の境界、境目なんですよね。でね、聖書を見るとね、昔、シナイ山、というところがあって、そこにモーセがこう登って十戒っていうものを授けられた。その時にシナイ山の周りに境を設けたって書いてある。境を設けたってどういう境なのかまでは書いてないんだけど、多分縄を張ってそれなんかちょっと印つけて、だからやっぱしめ縄を張ってたんじゃないかなと思いますね。しめ縄っていうのはものすごく、だからジグザグのこの白いあれも、なんかシナイ山には稲光がこう、ずっとあったそうですから、
稲光を表してるんじゃないかなと思わされちゃうわけです。神道の神主さんの中に、しめ縄ってなんでああいうふうにやるんですかって聞いてもね、いや、これは単に伝統に従ってるだけなんですと言うんだけど、僕なんか見ると、聖書そっくりだなと思っちゃうわけですね。